ドミニカ共和国で開催される U17 女子ワールドカップに向け、10月4日までに現地入りしている U17 女子日本代表リトルナデシコ、グループステージで対戦する3チームはすでにトレーニングマッチなどを実施しており、その様子などから活躍する選手を勝手に妄想してみました。平均気温が26度前後で湿度も約 80% という高温多湿での環境の中行われる今大会、少しでも体の負担を少なくしようと4日から現地トレーニングを計画し、新庄美春選手と木下ひな子選手以外の19選手は白井貞義監督らスタッフの方々と共に現地入りしている日本。3大会ぶりの決勝進出、そして4大会ぶりの優勝を目指す今回のリトルなでしこはタレント揃い。アジアカップでもグループステージ初戦からクリーンシートの複数得点の快勝を見せると、試合ごとに日替わりヒロインが現れるほど個性を爆発させていた選手たち。そんなリトルなでしこの今大会のグループステージでの様子を勝手に妄想。まず日本時間18日5時からの大会初戦ポーランド戦は、北アイルランドとのトレーニングマッチに5対0で勝利し、我々はさらなる挑戦をする準備ができていることを証明したとしていますが、縦への意識が強く高さを生かした攻撃が得意な選手が多い印象のポーランドは、アジアカップの中国戦でファインセーブを連発したゴールキーパーの福田真央選手に阻まれ、同じく中国戦で躍動した菊池花選手らが中心となり得点を量産し、日本が3対0で勝利するのではないかと予想。そして21日5時からの2戦目ブラジル戦が今回のグループステージで最も鬼門だと考えており、 A 代表ワールドカップを数年後に控えたブラジルは女子の強化真っ最中、今回に向けても国内でトレーニングマッチを数回した後、ドミニカ行きの前にスペインに立ち寄ってその成果を確認。スペインとのトレーニングマッチでは、スペインから猛攻を受けながらも果敢に攻めたブラジルが先制、その後 PK を決められ、試合終了間際に追加点を奪われ1対2で敗れるも、攻守ともにバランスの良さを見せたブラジルには、新庄選手中心に総力戦で挑み2対0での勝利と予想。そしてこの時点でグループステージ突破を決めているであろう日本は、24日5時からのザンビア戦でターンオーバーを選択。1ヶ月以上前からチームを結成し、国内でトレーニングを重ねてきたザンビアですが、フィジカルと足の速さだけでは崩れない日本に大苦戦。対する日本は主力を交代で休ませながらもノックアウトステージに向け、津田アノン選手や佐藤桃サロワンウェキ選手、辻アミル選手ら攻撃力の高い選手たちが大量得点を挙げると予想。2度目の出場となるザンビアには申し訳ないですが、6対0での勝利とさせていただきます。サポーターやファンの方々からも日本のグループ突破は間違いないだろうと見られていますが、力をつけるブラジルや攻撃力のあるポーランド、そしてフィジカルで押してくるザンビアに警戒は必要です。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。